どうも皆さん、タムチューバです。今回はこのヤマハのサイレントブラスというものを買ってみたので、僕の記念すべき2回目となるトーク動画の中でこれを紹介していきたいと思います。このサイレントブラスは合奏やソロの中で使われるという想定はされておらず、名前にサイレントってついてるだけあって、大きい音が出せない場所での練習などの用途に特化しています。この動画の中ではこのサイレントブラスの紹介、そして実際にこれを楽器につけて家の中で吹いてみます。その後に僕の同居人に協力してもらって多重録音にチャレンジしてみます。というのもこのサイレントブラスの中には実はマイクが内蔵されておりまして、簡単に録音することができるんです。僕がこのサイレントブラスの購入に至ったわけは、コロナの中家で練習できる方法がないかなっていうのを探していたところ、このサイレントブラスの存在を知って6万弱も払って買いました。楽器屋でいろんなプラクティスミュートを試したんですけど、このサイレントブラスが圧倒的に消音効果が高かったです。しかもこのサイレントブラスは実は正管でも F 管でも使えて、どっちの楽器でも使えるならコスパいいんじゃないかなと思って、まあ6万だからコスパ良くないか、まあはい、どっちも使えていいなと思って買いました。僕の動画を見てこのサイレントブラスが家で練習できない人のための一つの選択肢となればいいなと思っています。それでは実際にミュートの方を見ていきましょう。タムトゥーバ、はい、ではこちらがサイレントブラスになります。こうやってベルに入れるんですけど、ここの部分、ここがスポンジみたいになってて、まずここでしっかりベルとミュートが密着されます。ここにゴムでこういった輪っかみたいなのがついてるんで、楽器に傷がついたりするのを防ぐ役割をしてると思います。これ結構よく取れるんでちょっと邪魔だなとは思います。ここにハンドルみたいなのがついてるんで、ネジみたいな、だからここをこうやって回せば、ここの長さがこうやって調節できます。まあ見た感じめっちゃ軽くてプラスチックなんで、本当にこれが6万すんのかよって感じすると思うんですけど、6万円すんの？本当に6万円します。ここに番号が書いてあるので、表を見ながら F 管はこの番号とか、正管はこの番号とかっていう風に目印がついてるんで、簡単に調節できるようになってます。あとはこの一番上のてっぺんのところに穴が開いてて、まあ、ここにイヤホンを挿して自分の音を聞いたり、まあ、あとはここから PC につないで録音をしたりすることができます。ここちょっと白いのが見えると思うんですけど、これがマイクだと思いますね、という感じです。これをもし持ち歩く必要があるときは、ここのゴムをこうやって外して、こうやってくるって回せばスポッてこれが取れて、こうだなこうやってここをこうやって伸ばしてあげれば、なんかでっかいスッポンみたいですけど、でこれをケースにしまう前にこういう風にこうやってベルに入れてあげれば、持ち運び可能となっています。ちょっと今気づいたんですけど、 F 管で持ち運んだことないんですけど、 F 管だとだいぶ飛び出ますね。正管だとすっぽり中に入ります。正管持ってきてみました。多分正管だったらぴったし入ると思います。こんぐらいだったら全然蓋も閉まりますね。まあ、こういう感じで持ち運んで友達の家でサイレントブラスバリチューができます。ラッキーなことにここに UFO のサイレントブラスもあるので、このサイズ見ると UFO が羨ましく思いますよね。めっちゃちっちゃくてちょっとこれかわいい。こういう感じで UFO もこうやって調節できるんで、構造はチューバのやつとほとんど一緒です。タムトゥーバ、サイレントブラスについてくるものとして、こちらのパーソナルスタジオっていう、これがついてきます。何ができるかっていうと、さっき言ったこのサイレントブラスの上のイヤホンジャックのところにコードを挿します。でこれすごいのが、挿した時点でこれは何のミュートだっていうのを瞬時に認識して、それに応じた聞こえ方っていうのをこれが処理してちょうどいいように聞
かせてくれます。これを介して音を聞くことによって本当に自分がホールにいるようなそんな感覚で聞こえるみたいです。僕は これを通してあんまり聞かないんですけど、これを通して聞くと本当に音出してるような感じになって、家の中で爆音で吹いてるような錯覚になるんで、僕的にはちょっと隣人さんに聞こえてるだろう絶対みたいな気持ちになっちゃって、ちょっと抑えて吹くことになっちゃうので、これあんまり使わないんですけど、まあ、これを使うことによってあたかもミュートなしで吹いてるような音を自分でモニターしながら演奏することができるものになってます。サイレントブラスにはイヤホンも付属してくるんですけど、まあそのイヤホンじゃなくてもどんなイヤホンでもこれ聞けるので、例えば僕が持ってるヘッドホンの端子をホーンズというところに差し込んでやると、これで演奏するとヘッドホンで聞こえるような状態になってます。ここの AUX-IN、 これは例えば自分の iPhone で流したい曲をこの iPhone のライトニングケーブルからこのミニピンの変換のケーブルを買ってここに挿せば、 iPhone で流してる曲を聴きながら自分の音も聴けるっていう風な使い方もできます。自分が練習してる曲の伴奏を iPhone でかけながらそれに合わせて吹くなどの使い方もできて、その点はすごい考えられてるなっていう風に思いました。側面にはオンオフボタンとリバーブ 1-2 っていうのがあって、リバーブの長さが違いますね。だからホールで吹いてるような感じのリバーブと、まあホールほどではないけどちょっとリバーブかかってるような、まあ、2種類のどっちかを選んで演奏することができます。個人的にはリバーブなしっていうのが欲しかったんですけど、まあそれはないみたいです。という風な感じで、サイレントブラスの大まかな説明はできました。では実際にサイレントブラスでまず音を出してみようと思います。皆さんに僕の今の話してる声のボリュームと今から出る楽器の音のボリュームちょっと比べてみてください。パーソナルスタジオ使ったらどのように耳元で聞こえるのかっていうのも途中でオンオフして切り替えたりするので、それにもちょっと注目してみてください。タムトゥーバ、じゃあ実際に音を出してみます。タムトゥーバ、サイレントブラスの消音効果いかがだったでしょうか。吹いてるこちら側の身としては抵抗感なくいつも通り演奏してるような感じで演奏できてました。まあ、ちょっとは抵抗増えるんですけど、まあ、それも許容範囲内って感じで、まあ、ちょっと気になるのは音程が悪いかなっていうぐらいですかね。あとはヘッドホンをしてるので皆さんも聞いて分かったように、結構このパーソナルスタジオっていうこの機械が優秀で、本当に自分が演奏しているかのように聞こえるので、本当にミュートなしで吹いてるような感覚で吹くことができます。没頭して練習できるので結構いいんじゃないでしょうか。タムトゥーバ、今回はサイレントブラスを使って多重録音にチャレンジしてみました。多重録音で演奏した曲は、このホレス・シルバー作曲のザ・プリーチャー、前田則夫さん編曲のチューバとユーフォのためのデュオ作品です。ユーフォニアムは僕の同居人の特別ゲストに協力してもらったんですけど、本人から伝言でほとんど初見に近い状況なのでご容赦くださいとのことでした。全然そんな感じしなかったんですけどね、結構いい感じに仕上がったかなと思います。ではどうぞ。
タムトゥーバ。サイレントブラスでの多重録音聞いてみてどうでしたか？ミュートつけてるんですよ。だってあれミュートつけてて普通に聞こえましたよね。ヤマハさんの技術が凝縮された素晴らしい製品で、やっぱり6万円だけの価値はあるんじゃないかなと思いました。まとめなんですけど、ミュートとしての効果はもうこれ絶大です。閑静な住宅街に住んでるんですけど、ここでも全然罪悪感なく精神的に安心して練習することができます。気になる点は音程がちょっと、まあ、気になる人は気になるかなと思います。あとは抵抗感もやっぱり本当に吹いてる時と違って、やっぱり大きい音はちょっと鳴らしにくいなっていう感じはするので、まあ、そこもちょっとマイナス点かなと思います。今回使用した機材、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録者数1000人を目指してますので、この動画を見ましたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。